足元にいっきちゃんが戻ってきた。大満足しました。あ、お薬もらってきたんだけど。うん。どこにあると思う？ああ、お薬ね。足元にいっきちゃんのお薬でしょ？なるほど、なるほどね。あの、飲むお薬でしょ？飲むお薬。おー。すっごい効くもんね。飲むお薬がね。違う。本当のお薬。本当のお薬。ああ、本当のお薬なんだ。おいおいあ、やめて、おいやめて、警察呼ぶよエッチおい、こんな人いる？昼間大丈夫、昼間にスミノフポケットに入れてる女子いる？ポケットにスミノフ女子あとさっきアキト君にお酒臭いって言われたから、うん、見て、ここに隠しポケットがある。はいはい。何隠してんの？やばいもの隠してんでしょう。やっぱ見せない。じらすやん。あれ？あ、こっちだった。お薬もらってきた。ああ、お酒がバレないお薬もらってきたんだ。はい。これで心置きなくスミノフも飲めると。あとね、ここにも隠しポケットがあるの。これも SWUN さん？うん。うわぁ。こうやって。やばいもん隠すね。ほら。うわぁ、わからない。まさかこんな女子がスミノフポケットに入れてるとは。わからないね。ターミネーター変えた。開けてもいいですか？いいよ、見て。失礼いたします。頭がちょっとプリになっちゃってるけど。やめて。失礼します。おお。おお。あ、真っ白じゃない。ね。なんかちょっとグレーっていうか。あ、でもやっぱそう、それはこのなんか、ヴィンテージっぽくなって。いいね。うん。いいね、あ、なんか想像してたのより落ち着いた色だった、うん、あと集団のこの色味も好きかも、うん、真っ白じゃない、この写真はそんな持ってなかったのかもしれない、いやあのスニーカーズの写真は相当ダンディーに写ってたよ、いいな、今回はスルーしちゃったな、足元ちゃんは。うん。なんか、うん、抽選だったから、まあいいかと思って、普通の販売だったら、実物見て、真っ白だったら、自分でこういう風にしちゃおう。あえて、ちょっとやめちゃった。そうだよね、足元ちゃんはヴィンテージ加工を自分でもするし、してもらうから、してあってもそんな関係ないもんね。うん、でも、いいね。いいね。うん。本当にこのまんまで。うん、かける、あ、かける色この、うん、合わせたのかなっていうね、へぇ、はい、なんか今日の服にも合う、うん、今日全身グレー自分に合わせてみるんだいいね、うん、見ると欲しくなっちゃう、あ、抱いてるやん、もう赤ちゃんやん、一個一個一個ちょっとあやしてるやんいいね、めっちゃいいね。うん。二足目出した。二足揃えてみて、どういう感じか見ようとしてる。あ、しかも、なんか、決めようとしてるやん。してない。そんなことしちゃいけないの分かってるから。しちゃいけないの分かってるな。うん。スースー言ってる。スースー言ってる。うん、ちょっとでもね、匂う。いやいやいや、すごい、吸ってる、吸ってるんですよ、すごい。うん。あ、冗談はよりは、そんなきつくないけど。いや、すごい。肩の動きがすごいんだよな。
ちょっと待って、これ誰のだこれ。誰のかな。タゴサクさんのだった。タゴサクさんのだった。これはちょっと嫌かもしれない。やってる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 。あれやばいやばいやばい。これはちょっと嫌かもしれない。ちょっとちょっと嫌かもしれない。これは。お金払うんで、これとこれ正直スニキ目は足元ちゃんだから許せるんですよ。女子だからやってるのを許せるんですよ。あれをおじさんにやられたら嫌なんですよ。すいません、タゴサクさん、止めきれず、ほんとすいません。やってるやん、完全に。完全にやってるやん。冗談よりきつくないけど、エアシップは冷蔵庫の匂い。ターミネーターは、あ、またやってる。ちょっとタゴサクさん、すいません。ちょっとなんかすごい強いマッキー、強めのマッキーの匂いがするうん、みたいな匂い。タゴサクさん、ありがとうございます。すいません、育てるんちゃう、持って帰って。もしあれだったらいつでも養子にください。いいなぁ、めっちゃ合わせてるやん。もう持って、あ、でもでっかい、27かける。持って帰りそうやん、もう。いや、うん、見たら欲しくなった。見たら欲しくなっちゃった、うん。いや、マジマジ見すぎじゃない？え、なんかここの紐は結構さ、微妙に白かったり。ああ、そうだね。ヴィンテージ感、真っ白のとこと。なんかムラってか、あえてそうしてるのかな？いや、あえてはそうしないでしょ、ナイキは。紐がちょっとこう、出てるところと、割ときっちり締まってる、うん、奥に行ってるところの、クオリティがあるんじゃない？あ、違う個体で見たらもっと違ったりするのかな。ここら辺はしっかり奥に行ってるけど。うん。なんかせっかくならこの紐のとこもちゃんと。ヴィンテージやる人だとそういうとこも気になっちゃうんだ。気になっちゃった。こんな大量生産のナイキクオリティでそんなとこまでこだわってないよ、ナイキは多分。でもかっこいいね。うん。いいなぁ。いいなぁ。怖っ。怖くないよ。もらおうとしてるやん、だって。正直、スニキ目は、おじさんにやられたら嫌なんですよ。がっつり計算言ってたけど、すいません、タゴサクさん。止めきれず、僕がいながら、こういう結果になって、ほんとすいません、タゴサクさん。タゴサクさん、本当に申し訳ございません。本当に申し訳ございません。いやいや。履いたやつをスニキメされるより、はい、今これをスニキメされる、もういいや。それの方が恥ずかしい。恥ずかしい。ちょっと何言ってるか分かんない。おお、ちょっとね、ちょっと。すいません、今日はね、足元ちゃんちょっとご陽気だから、スミノフポケットに入れてるから。スミノフとか言っちゃダメだから。ありがとうございます。はい、タゴサクさん家でいっぱい入ってもらうんだよ。よしよし、ありがとう。ちょっともう愛着湧いてるやん。バイバイしたくない。うん、いいよ、あげるよって言わなきゃいけない雰囲気になってくるやん。いいなぁ、お連発しすぎだけどなぁ。それを入ってきたタゴサクさんに会いたいね。まあ、そしたら感動の再会。我が子と感動の再会。うん、我が子。危ないわ。タゴサクさんここにいたら多分取られてるわ。優しいから、じゃあ履くって言っちゃいそうだもん、なんかタゴサクさん。本当？受け入れる気や。全部受け入れる気や。本当って言ってた。怖っ。ふふふふって言ってるやん。悪い。悪いわ。しまお。早くしまお、これは。しまお。うん、しまお。そうだね。
ペンあります？ペンある？ペンはありますか？紙あるかな？ついてくれるかな？対応してきますよね。ここに入れておこうか。なんかご挨拶書いたの、タゴサクさんに。すいませんって。ちょっとなんかビッてなっちゃった。すごいピッピッピッピになっちゃってるやん。あと、よろしくお願いって意味わかんないかも。何をよろしくなんて。仲良くしてくださいって。ありがとうございました、足元にきちゃん。ありがとうございます。お邪魔しました。タゴサクさん、本当にすいませんでした。タゴサクさん、本当にすいませんでした。謝罪動画。調子ないせんか、すいません。ついや、任させてやってしまいました。ありがとうございます。転ばないようにね、フラフラして。大丈夫。東京23、覗いてこようと思います。すごいね。今日の13がないですね。やっぱりない。だって俺がね、開店の時に来た時に10人ぐらい並びいたよ。プレーオフっていうやつでしたっけ。一般残ってないんだ。今日の13はもうなくなっちゃってましたね、まさかの。マジですね。これ今展示はギネンズの27だそうですね。27か。多分それ以上大きいのは多分ないんだと思うんですよね。並んでなかったけど、当日もうすぐに29、8.5 とかなくなってたから。ああ、やっぱ大きいのなくなっちゃったんです、ね。僕もアトモスで外れたんだよ。はい。大丈夫ですよ。終わらない。何？アトモスで外れた？うん。あれやってたんだっけ事前。やってた。え？言った。え？で、狙ってんだから買ってもいいんだよねって言われたけど、いや今回は追わないって。だから追ってない。なんでそもそも狙ってんの？最初。スニーカーズはやったの？スニーカーズやらなかった。だから。まあ、なんかもやっとするけど、まあまあ、みたいなやつ、これ。でもスニーカーズお昼に開いたらやっぱ大きいのがなかったんで、そうですね。なんでアトモスやっちゃうんですか、いつも。